はい、どうも、ビレジェンド影谷です。ですね、今回はね、先日うちのスタッフの染田と話をしてたんですよ。で、染田と話をしてて、何の話してたかというと、何でねシェイクして飲むかっていうことで、大体みんな水なんですけれども、染田がね言ってたのが、低脂肪乳でバナナを割って飲むと超うまいと。そりゃそうだろうなと。うまいものとうまいものを混ぜると超うまい。そうだよなと思ったんですけど、彼曰く寝る前にね、低脂肪乳で飲むということを言ってました。こう牛乳とかっていうのはね、セロトニンが入ってて、メラトニンが出て、で、入眠効果、睡眠にこう入っていくのに非常にいいとかね、夜寝る前ホットミルク飲むと、すっと寝れるとかね、ああいったのがあると思うんですが、そういった意味でも、牛乳とかね、もういいっていうのはよくわかるんですけど、でその中でもね、やっぱり低脂肪乳がいいって言ってるんですよ。低脂肪乳、やっぱりこのね、彼もフットサルやってるんですけれども、もう体ね、あまり脂肪つけたくないということで、低脂肪乳で、バナナをシェイクして飲むとバナナオレの味になって、もともとバナナオレみたいな味なんですけど、もうリアルバナナオレになって、リアルバナナオレになってですね、で、かつスッと寝れるとっていうふうに言ってたんで、あんまりね、牛乳でね、飲む機会ないんですけれども、低脂肪乳で飲むっていうのもさらにないんですけど、低脂肪乳、牛乳だけを飲むっていうのはね、あるんですけど、だから、ちょっと一回ね、飲んでみようかなと思って今回チャレンジしたいなと思います。やっぱりね、そういう、なんでしょう、原料、低脂肪乳って言ってもやっぱり脂質もあるしね、だからそれをどう考えるかっていうのはあるんですけど、やっぱ美味しく飲みたいっていうのもあると思うので、やっぱり牛乳で飲まれてる方も多いと思うんですよね。そういった人は牛乳と低脂肪乳では少し違うんだっていうことも一つね、覚えておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。3杯よし、じゃあ飲んでみよっかな。低脂肪乳で割ったことあるかな。よし、いきますよ。ローリングシェイクからの縦シェイク、横シェイク、斜めシェイク、ローリングシェイクっていうことでね、お、全然泡立たない、全然泡立たない。ダマはかすかにあるかな。ほら、全然泡立ってない。わかんないか、わかる、わかんないかな。ほらこんな感じ。はい、もう全然ないですよ。香りはよくわかんない、よくわかんない。美味しい匂いはしない、別に。はい、ということで飲んでみましょう。うん、美味しそうだね。いただきます。おお、これうまいわ、これうまいな、うまいぞ染めだ。うまい、うん、うわ、いいね、これテンション上がるね、これテンション上がるよ。いや、うまいな。やっぱ牛乳でやると甘みますし、美味しいよね。で、牛乳で行き過ぎるとやっぱり甘さが強くなりすぎダメなんだけど、低脂肪乳ってちょっとやっぱりあっさりしてるじゃないですか。だからその行き過ぎないけど甘いみたいな。うん、いや、美味しいね。炭水化物取れるしね、糖質取れるし、そういった意味でもいいんじゃないかなと思います。夜寝る前でね、やっぱりこう睡眠に向けていくっていうのもいいだろうし、トレーニング後とかね、運動後なんかだったら、糖質少し多めに取るっていう意味で、こういったね、無脂肪乳なんかで取るっていうのもいいんじゃないかなと思います。美味しいな。やっぱまだまだ知らない飲み方がたくさんあるね。初恋のいちご風味。ちょうどね、昨日僕、ペコちゃん今飲んでて、ミルキー飲んでて、で、昨日ペコちゃん切れたんですよ。で、今日から、初恋のいちご風味が、開封の儀をやるんですけれども、ちょっと無脂肪乳混ぜて飲んでみようかな。これ多分ね、バナナでこれだったら、初恋のいちごのね、甘王でいけば、いや、これかなりうまいんじゃないかなと思うので、ちょっとね、また初恋のいちご風味も飲んでみたいなと思います。はい。ということで、ぜひ皆さんね、皆さんなりの美味しい飲み方、そうだ、何うまいか言ってないね。これはうまいよ。これうまいから、4.6 うまいかな。4.6 うまい。これうまい。おすすめ。はい。
ちょっとね、やっぱりね、牛乳とかで割るとこういう風にね、ダマとかついたりするのがね、たまに傷なんですけれども、はい、まあ僕だとせこいから水また入れてくれてシャーシャーシャーって言ってもうね、また飲んじゃうと思うんですけどね。はい、ということで、ぜひですね、皆さん、なんかみんななりのね、美味しい、これうまいよっていうのを、みんなのごうまいをですね、ぜひこうコメント欄にね、いただければと思います。はい。ということで、ぜひですね、動画の方、グッドボタンよろしくお願いします。で、Facebook、Twitter、アメブロ、インスタやってるんで、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、また何かこんな動画見たいっていうのありましたら、コメントください。ではまたお会いしましょう。さよなら。